きか。最近下手くそね、これ。クロー。橋さん空中に浮いてたよ。ライボ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 。ナイスです。ナイスのボタンだ。話すことなし。話すことなし。アルマちゃん、今何してたのかな。アルマちゃんが大体標的なの。なんで？夏目先生だな、俺に投票したの。これに、これ二郎だ。これ今一票入ったのが二郎。あ、僕麺屋さんに入れました。だったらいいなっていう。バン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 映ってる。あ？マジか。あら、やっちゃった。これは。いや、でも。チェラゾーさん。まあとりあえず藤宮さんは白でいいです。はい。今回に関しては。チャゲポヨさんも無理かな。チャゲポヨさんって金庫室いましたよね、多分。あ、金庫であれ。ダイヤモンド磨きました。でって多分ミーティング上がってって感じですね。はしごの多分1回しかなってないから。そうですね。そうですね。僕一人なんだけど、カメラを長いこと見てて、貨物室のそこから先端さんが出て、その後クロムくんが出てるところまで見てるから。うん、当たり。寺田さんの目撃情報なしですか？僕は見てないで。であれば、リスポーンのおおよその位置から。アルマ宿舎前、多分単独。エレジアーカイブです。クロムさんとか、なんか5人ぐらいに僕見られてると思います、うん、レジさんがアイカイブいったのを見てます、はい、夏目も白でいいな。夏目先生も多分、うん、なんかやってるとしてもどこ湧きですか。湧いてる情報を整理しましょう。先にあ、オッケーです。貨物、はい、貨物3人ですね。藤見アプテセンター、はい、で、アーカイブがレジクロムでクロムさんが右に行ったって感じですね。あとはクロム、アルマさんが宿舎、宿舎です。で、チャゲポーさんが金庫室には来ました。あ、キッチンからあんな場所まで来たんですか。あ、キッチンで湧いて、もうあのタスクが左にしかなくて、なんていうところに湧いてしまったんだと思って、とりあえず金庫やろうと思って、まっすぐ金庫行きました。あ、そうなんだ、はい、でエンジンとかでは人とすれ違ってないので。夏目先生とメイさんとかでしたっけ、ごめんなさい。僕はカメラ、カメラに湧いたんですか。シャワーでしょ。じゃあ、湧いた位置、湧いた位置。脇どこだったっけな、俺メインか。アーカイブかメインだった気がする。アーカイブではなかったと思う。多分メインですよ。アーカイブ僕とクラムさん2人。あ、じゃあメインだ。夏目先生はアーカイブ、あっちはごめん、エンジン。エンジン。全員湧いてるのか。あ、でもキルクール的に夏目さんも終盤、うん、まあ、5秒間ぐらいは見てたんで、厳しいと思いますけど、うん、まあ、めちゃくちゃ多い人にすれ違ったって認識はあります、ね、うんうん、そうですね。アーカイブに浮いてるのは一応アルマさんとメイヤさん。アーカイブと貨物は浮いてないですよ。チャゲポヨさんと金庫室で合流してるから。あ、浮いてない。浮いてないです、浮いてないです。メイヤさん。電気室かキッチン周り、コックピットぐらい。電気室かコックピットって感じだよね。ガキ赤。黄、赤、黄、緑。カーキーカ。最近下手くそね、これ。ナイスボタンです。おー、ナイスボタン。はい。停電かぶったわ。停電かぶりましたね。貨物とアーカイブは多分、ほぼ100。パー否定できると思うんですよ。無理だと思う。リスポーン位置的にね。
リスポーン位置として、うんうん、あとはじゃあ左側って読みをしましょう、うん、左側で死んでそう、うん、じゃあシャワー室ですれ違った人たちを洗いましょう、多分その人たちが無理になります。あでもメインでは湧いてないよ、クロム。あテラ、あ左側ってキッチンとかの話してます、うんうん、それか、いやメインも含めます、メインも含むと思います。まあ真ん中から左です、うん、メインだったらね自分がテラゾーさん見てますね、エンジンからメインに行ってるんで。あ、そうか、あそうだよ、はい、エンジンからメインに、テラゾーだからテラゾーさんがメイン分けで自分がエンジン分けだった場合交差してないとおかしいので、いや電気室行ってる可能性ありません、だからメイヤさんの、あそう電気室行ってた場合は、行ってた場合でも左側じゃない、まあ下か左側で絞ったとしてって話ですよね、うんうん、そうです、うん、だからキッチン分けとかが怪しいと思うけど、はい、じゃあシャワー室ですれ違った人間は白になりません。まあそれは、うん、それはそうだと思いますけど、はい、アーカイブにエレジーさんがいて、まあ富士宮って橋はほぼずっと一緒に動いてて、ああで貨物ラウンジアーカイブシャワーって言った時に夏目さんが、タオルしまうタスクやってた。ああそういうことね、夏目先生自身が左に湧いてるからその話をしたかったってことね、はい、ああ OKOK、 あでエンジンで湧いてるから、あそか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 、はい、あ夏目先生エンジン湧きなんだ。ジュリエさんとセンタンさんって最終は見合ってたりしますか、貨物ら辺。ああ見合ってると思うよ。てか時系列的に僕はメインホール脇で展望デッキに配線タスクがあったから、まあ、今回は無理だなと思ってメインホール脇エレキでスイッチ上げセキュリティのカメラを見てるのでキルクールが上がんないぐらいの時からもうカメラ見てる。うーんそうですね、結構長かったカメラついてるの、うん、あ、長かった、あ、長かったんですね。でだったらチャゲプラさん、はい、とキッチンテラゾさん脇が濃厚かな。 あと診察室とかにキルされてる可能性とかってどうですかね。それだと脇位置がないですね。ないか、まあ、メインからエレキ診察っていうのはあるんじゃないですか。メインエレキ診察、うん、でもメイン行ったのはメイヤさんだから、だ夏目さんがエンジンからメイン行ってそのまま電気、あとね遅明けだった場合自分が見るかな、テラゾーさんを。うん、まあ行動的にちょっと不自然だけどな、一気に行ってないと感じだし、最終位置そこにいる人っていうのも考えてる。チャゲポンさんがやっぱきっとなるんだ、ボタン押しでしょ、死体消しボタン。エイヤさんもまあ一応容疑者にはまあまあまあ入る、長いことついてだって話はあったけど、まあの前提が35秒ぐらいの間隔で話が進んでるからな、その設定が違う可能性もある。押してたー、初手だった。初手押すとな。いや。はい。はいはいはい、あと一応ここも僕と藤宮さんはロラです。藤宮さんが目の前で切ってたんでここをロラで大丈夫なんですけど、はい、とりあえず死体はクロムさんの死体なんで、はい、テさんの話をしてさんの話をして、はい、もらって大丈夫です。僕らの話聞きたいことがあったら答えます。なんか状況というかキッチンで死んでて、夏目先生がコミュニケーションの方に向かっていた、でカメラが誰か見ていた、エンジン左に行くときに僕がで、武器庫通ってキッチンに着いたところで藤宮さんがいて藤宮さんがキルしていたって感じ。僕はカメラ見ていてエンジンを先に抜けていくクロムさん、その後ろをついていくアルマさんを見てアルマさん怪しいと思ってるので左に行ったら死体とアルマさんがいてアルマさんが先にリポートしたっていう状態。カメラ見てんだから対抗位置なのか。藤宮さんがカメラなんだ。はい、アルマってなんで怪しかったんだっけ、ごめんなさい。何も怪しくないと思います。シャリアポヨさんと金庫にいたっていう情報しか聞いてないと思うんですけど。キッチン。もうそれが全てだと思いますけど。単純にあれじゃないですか。無理って言われてる側じゃないから、所在的に怪しい。まあ、一応の容疑者だからってこと。そう、多分それぐらいです。まあ、1キル目、僕、容疑者にならない。シャリアポヨさん視点、容疑者にならないと思う。金庫以外はどこに行ったのかっていう。じゃあ、だから、そもそも宿舎前には。OK、OK、ごめんなさい。すみません。ちょっと聞いてなんですけど、はい、あれ、もう一人の話しません。手橋さんの方。手橋さん、目撃情報は。シャワーにないですね。シャワーにいたよ。アルマくん多分見てるはずだと思う。あ、じゃあ違うな。いや、いたいたいた。いたね、クテハシさんとメイヤさんがシャワーにいて、うん、そのまま2人で左行っ
ったのを見てると思う。いや、僕はシャワー出てないです。あれ？あ、違う。メイヤさんがタオル入れてて、プテアスさんが出れたんだ、シャワーから。で、その後、アルマ君が僕の方に入ってきたよね。オッケー、この盤面だったら夏目隠し色ですね。2キロ来てて、アルマがコミュニケーションで自分を見てて、脇位置キッチンは藤宮が証言してくれると思うので、だった場合、シャワーのキルもできないし、目の前で2人が対立になってるんだったら、自分が隠しろとだけ。シャワーから左に行ってんすよね、プテアスさん。うん、まあ、多分大丈夫だと思います。はい、かえどこシャワーからアーカイブに上がってくるメイヤさんは見てます、停電の時に。あ、スキップ？え、スキップ誰？危な。ごめん、俺スキップ入れちゃった。わかんない。ああ、まあ、すぐ、下からボタン押してください。僕、右側に置きます。昇降機の場合、右直します。はい、はい、しました。ナイスナイス。はい。と、二橋さんの話します、とりあえず。シャワー、ミーティングに僕いたんですけど、上り下りの音を聞いてる人いませんか？あ、わかんない、ごめんなさい。あ、先に覚えてないです。どのタイミングぐらいですかね、死んだのって。それとかと、そのシャワーで見たタイミングってどれぐらいですか？てか、先端さんがミーティングにいた以外の人は？僕は最終の停電を貨物で直して、その後ラウンジで宮さんと多分すれ違ってると思うんですけど、直前で。だから一応貨物間の弁当で、行ってシャワーでやるとかはできなくはないですね。あ、シャワーから出てるから大丈夫。LG さん、宮さんとどこで会ったって言いました、今。ラウンジ。ラウンジです、ラウンジ。宮さんして LG さんの白拾えるってことですか？いや、わかんないよ。だからプテさんがシャワーから出て、例えばエレキ診察とか行ったんだったら、そこで切るし、できるし、逆に左行ってるんだったら、その夏目先生なんか、チャゲポさん的に。すいません、すいません。はい、最後の停電になった時に、宮さん、シャワーからアーカイブ入ってきませんでしょ？そうだよ。僕はね。その後ラウンジじゃないですか。その後多分シャワー。あ、その後ラウンジか。あ、そうそう、その後、その後。で、僕はオッケーです、オッケーです。赤見てたら、すれ違ったってだけです。チャゲポさんは何してたんだよ。うん、シャキバさん、序盤に多分貨物でラウンジ側行ったんで、その後の動き聞きたいですね。あ、貨物でタスクやって、ラウンジ入って、アーカイブ入って、タスクダウンロードと本入れるのやって、で、シャワー入ろうとしたタイミングで、鍵開けるときに停電になったんで、もうまあ開けた後にちょっと戻す、すっと、昇降機右に行こうとして。これって僕釣りますか？釣ります、ごめんなさい。さすがにちょっと釣るかな、まあ、じゃあ僕に入れた表だけ聞いていいですか？あ、自分です。あ、夏目さん、僕はアルマさん入れました。皆さんスキップ、あと一人は あれだね、多分アルマさんじゃない、チャゲポヨさんは多分無理だね。そしたらチャゲポヨさんは白で弾いていいわ。あ、無理なんだ。だってアーカイブラウンジにいて挟まれ、僕と LG さんの間に挟まれた人間でアーカイブにもラウンジにも主体がないから無理じゃない。プテアスさんはそもそもメインの方行ってるわけだし。あー、そっかそっか。はい、だからチャゲポヨさんは白で弾いていいと思いますよ。もう誰を疑ってる？どうなってんの？メイヤさんとエレジさん対抗？いや、客観視点だったらメイヤさんとエレジさんどっちかで決めす。結構あんだよな。アルマさんはインポストでほぼ間違いなさそうだよね。藤宮さんがカメラ情報を持ってて、そこでわざわざ切りしに行くっていうのをちょっと考えづらいから、まあ、情報持ってる持ってない的に藤宮さんだと思うけど、違うかな。ゲップさん疑ってたんだけど違うのか。ルマさんと LINE があったからね。あー、ありがとうございます。すみません、ちょっと僕理解できてなかったんですけど、どうして僕とメアさんが対抗になるって感じですかね？アルマが夏目をコミュニケーションで見てて、はい、左に行ってると言っても、アルマがシャワー室メインエンジンコミュニケーション武器庫キッチンで藤宮さんが目の前に切ってるってことは、アルマさんの真後ろを行ってないと自分は犯行無理の、先端さんミーティングっていう証言出てて、はしごの音が聞こえませんかって周りに周りに聞いてて、
はい、周りははしごの音はそんなに聞こえてなかった、わかんないっていう感じだったけど、絶対に聞こえてないですってなった場合、先端さんがインポスター確定しちゃうから、先端がインポスターだった時にあんまりしづらいんじゃないかって読みで、プラスアルファ目撃証言とかも含めたら、右側にいたメイヤチャゲポロエ、チャゲポヨさん、エレジーさんで、チャゲポヨさんが白だから、メイヤさんとエレジーさんどっちか。一つそれに関して反論というかしたいのは、はい、僕目線はチャゲポヨさんを確実に絞れるんだけど、僕はシャワールームから、僕とアルマ君はシャワールームから左に行っている、プテハスさんを見ているのね。はい、だから夏目先生がコックピットにいるのであれば、例えば、アルマ君と先端さんの二郎だった場合とかだったら、エンジンルームで先端さんがキルをしてミーティングに登ってる可能性とかもあるはずだから、うん、夏目先生視点、先端さんを弾ける理由がわからない。僕視点は、はしごの音です。はしごの音っていう話。だからはしごの音は後から真実を言ってるってことね。実際に登ってはいるとして、メイヤさん視点、うん、LG さんどのぐらい可能ですか。わかんない、正直。シャワールームからエレキに降りてるんだったら全然 LG さんもできるし、エンジンルームに行ってるんだったら、あの先端さんもできる。だからインポスターとの証言を合わせてる可能性もあるわけだから、そこまで僕は絞れないし、キルに関しては正直わかってないっていうのが本音かな。スキップしましょう。LG さん視点はどんな感じですか。いや、わかんないです。あのメイヤさんとチャゲポヨさんの位置関係が分かってなかったんですけど、メイヤさん目線でチャゲポヨさんが無理なんですよね。あ、というか、あのアルマ君視点で多分僕が無理になるかなって感じかな。あ、そうね、入ってってるから先に左側に行ってる。で、僕は上に行ってることは、チャゲポヨさんとエレジーさんが見てるはずだからね。そうですね、上には来てますので、うんうん、はい、違う、そうかな、じゃあ。うん。だいぶ終わってないんだよな。死んでみが助けるか。でもこの間に合わないな、多分。でも水色死体発見ムーブしたいけど。ボタンです。はい、ナイスボタン。ちょっと待ちました。いや、ナイスです。まあ、とりあえずあのチャゲポヨさんは白で弾いてください。僕目線でも LG さん視点でも確実にチャゲポヨさんはできないです。はい、僕、じゃあ、あの、エンジン側でやってるであろう先端さんか、エレキ側でやってるであろう僕かってことになりますかね、それって。いや、あの、例えば僕がやってる可能性もあるよ。僕とアルマ君が2ローで、シャワーで僕がやってる可能性もあるし、あ、そかそか、例えばもっと左の方に行ったら、夏目先生の可能性もあるから、僕はそこまで絞れないと思って。とりあえず、チャゲポヨさんだけは弾けるって感じですかね。あとは、メイヤさん。それ、メイヤさん視点だったら、チャゲポヨさんは弾ける。いや、全員視点弾けるはずだよ。全視点で弾けるけど、甘いです。うん、だって、アルマ君と藤宮君、あれ、アルマ君と藤宮君に確率に強いわけでしょ。チャゲポヨさん弾いてる、甘い。いや、大丈夫です。うん、あのメイヤさんが、あとプテハスさんの唯一の情報出しの人物だから、心証はちょっといいですね。それは確かに分かります。分かったら、そうですね、シャワーで見たっていうのは確かメイヤさんからですもんね、左のギターは、はい、うん、だから僕プテさんが死んでるの、正直なんかアルマ君と藤宮君が最初対立した時に、あのプテさん殺しの容疑でやってるのかと思ったけど違ったから、ああクロム君の方なんだって思った、うん、でもなんかアルマ君視点でプテさんがエンジンとかコミドとかの方に行っているのであれば、アルマ君はそのプテさんを見てるって発言をしそうなので、僕視点は結構エレキの方に降りたんじゃないかなっていうのが思ってしまってるかな。だってプテさんが行くとしたら宿舎前とかの方、あ、まあそう、宿舎前とかの方行ってたら先端さんができるかなぐらいかな。俺が言うとしたら、ですか、僕はもうあと1個です。いや無理ですね、自分電気室あるんで、あと2つほどで。あ、LG いいですか。自分の資料を出すとしたら、その最終死体2人で出たターンの最新の手でな、結構早く直ったと思うんですけど、それ直したの僕なんですよ。なんで、まあ多分、まあ、2人の死んだタイミング、シャワーの目撃から分かんないけど、やってるとしても相当時間的にシビアじゃないかなっていうのを見てもらいたいですね。なるほど、そのぐらいです。まあ切る待ちでいいんじゃないですか。はい、切る待ちで探しますよ。僕も電気室に助かります。言っといたら2人で行動できるかな。実際あるし。あら、全部レバーやと思ってて、めっちゃ焦ってたけど違う。
いパターンか。梯子登った時はちょっと早めに出さないと忘れる人多いから、梯子の音聞こえましたか？先に聞いた方がいいね。ボタンはあと、エレジーさんだけかな、多分。これさん押してたしね。夏目先生、ないよね。なんか結構白い、なんか印象いいんだよな、二人とも。正直、結構。メイエさんの方が、メイエさんとメイエさんだったら、メイエさんの方が印象いいかなって感じ。さんでも白なんでしょう。一番怖いかな。はい、夏目エレジー対立で大丈夫です。はい、夏目先生が多分チャゲポヨさんがミーティングにいるのを確認した後、夏目先生がミーティングに上がっていってボタ、レポートなので夏目先生がやったのかなって思ってます。あ、で僕はリアクター前に待機してました。リアクター左側直したのも僕です。まあ自分の行動を一応言っとくと、ミーティングでチャゲポヨさんとエレジーさんが、2人でいて、はい、で自分はミーティングのはしごを下り、リフトを使って昇降機右側に行き、うん、で、チャゲポヨさんとエレジーさんを自分は容疑者というか一番怪しくなる人物だと思っていたので、うん、2人がいるってことは、まあ、どっちかがどっちかを殺してても、まあ、しか殺してる可能性があると思って引き返してミーティングまで行って死体発見、その時に昇降機左側で。あ、待って、あ、同情してました。あ、ごめんなさい、いいした。え、じゃあタスクでもいけるんじゃないかなと思って。いや、終わらん、アップロード、ダウンロード、アップロードあります。いや、俺はまあタスク終わってはいるんですけど、まあ多分俺と夏目先生お互い投票で、多分これセンターさんがスキップいれば一応スキップにはできると思うんですけど。どこのダウンロード？コミュニケーションコミュからアップロードまでですよね。あともう一つぐらいタスクありそうかな。あれ、まあ夏目だったら一応シローにはならないんだよね。そうですね、僕だからアルマさんがやってると思ってて、そもそもアルマさん、でも脇地藤宮が保証してくれてます、キッチン。脇地、あ、でもなんだろうな、そっから自分が、まあピタシさんがそのどこまで行ってるか僕はちょっと分かってないので。あ、俺か。あ、ごめん。いや、申し訳ない。ね、これ俺ナイスー。あー、よかった。あー、もう怖い、もう
ミレニアさん絶対怖がってる。ミレニアさん切るとこめっちゃよかった。ねめっちゃよかった。っったナイス入ってます。素晴らしい。どっちの GM ナイスでしたね。いや、確かに。いや、ミレニアさん、いやミレニアさん切るとこも素敵だった。マジでドキドキした、最後。いや、ナイス、ナイス。レジさん、うめえな、なんか。いやいやいや。めっちゃ白っぽく感じちゃったの。なんか。それはさ、あんまり出せんかったな。もうね、アルマがもういろんな人とラインつなぎまくってたから。そうそう、ありがとうございます、本当に。アルマ夏目、アルマセンター、アルマメイヤ、全部ありましたから、ね。アルマさんですよね。うん、あ、そうですよ。あうん、くそー。最後弁当ゲットだけはやらかしたと思ったけど、よく考えたらもう殴り合ったか関係なかった。関係ないんだよね、もうあそこ。あ、そうなの、え、弁当ゲットしてたの？あの、夏目先生が昇降機に行かないときに、弁当入っちゃって、間違えて。あ、あと思って入った。あ、よかったよ。エラゾーはキッチンで死んでます。その前にエンジンルームにいたんだけど、チャゲポヨさんに多分、死にされずにチャゲポヨさんがエンジンルーム通り越して、緊張して行っちゃったのかな。あー、マジか。うん、あれかな、マップ見ながら走ってたから。ああ、そうかもね。で、アルマさんがエンジンルームの弁当から多分キッチンに飛んで、キッチンで死んでます。あ、そう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 。チャギポヨさんがミーティング上がってる間にエンジンから弁当で。なるほど。よかった、エレジーさん。わかった。いやいや、わかった。わかんなかった。わかったよ。アルマさんの見強かったですね。いろんなラインあったから。これが結果メイヤさんも良かったですよね、途中。そう、メイヤさんが、そう、正直俺、チャゲポヨさんとかを疑い位置持っていけるかなって思ったんですけど、メイヤさんから白出されちゃったから、うわーってなってました。うん、メイヤさん白かったね、かなり。そうそう、うん、いい試合だったと思いますよ。うん、いい試合だった。ナイスゲーム。ナイスゲーム。ナイスゲーム。